ちょっとね、多分来れてない方も多いと思うから、多分ね、来れてない方ももちろんいるからね、ぜひ放送をお楽しみにって感じだよね。ホグピグさんありがとう、タータンさんありがとう、こんばんは。来てくださった皆さんありがとうございます。結構いたもんね。あのあと、ね、村民目立つ。村民 すぐ分かるっしょ、もう最すぐ高。分かんない。そうそう、内容は気になりすぎる。いや、盛りだくさんだったね。来ればよかいったのに。なんや、か、奥さんのそのステージにいる姿見てほしかったくない？分かる、レアだったね。だし面白かったね。お仕事ね。そうしかそうも最後そもお見送りまでして、う、そう、奥さんが花道立ったりしました。花道歩いてね、すね、ごい。いや、楽しかったですよ。いありや、がやっぱと公開収録はいいなって思って、なんかさ、歌ったり踊ったりしないで劇場を使うっていうのは、そういう、まあ、イベントごと以外ではあんまりさ、ないじゃない、そういう。で、なんかやっぱトークをずっとするってすごくない？そうだよ。そう、歌わずに。もうトークだけを、企画ごととかもなく、普通にすさ、ごいよそう、ね。喋りだけで3時間ですから、今日は。確かに企画とかないもんね。そう、企画なし。もうそういうさ、ニコ生とかさ、YouTube とかでもさ、ちょっと歌ったりとかさ、いろいろ企画ゲームしたりするけど、そういうのなく、もうずっと喋ってたから、たっぷり喋った3時間でした、今日はね。でもそれが収録でね、ちょっとどんぐらい、ね、確かに。カットされると思うんですけど。花道歩くのはちょっとメンバー以外初めて、実はある。だよね。え、花道じゃない？坂田さんの番組で届けない。でうん、も絶対やってないと思やってないう。と思う。絶対やってないと思う。今日からナイトクラブ、違います。 違います。聞かないた、そう、もう。決まったんですよ。そう、みんな決まりましたよ。ラジオ、ラジオ聞かないとの、ファンネームですよね。聞いてくれてるそう、皆さんのリ名ス前ナーが、名。リスナー名が聞かないたに決定です。皆さん、これも厳選な、そう、ちょっとね、すごい皆さんによる投票。投票によもう会り、場のさ、なんか皆さんと何か公開収録ならではでしたいよそうねってそう、言って聞話しかたよないね。た、そう、聞かが漢字で聞か、聞くのね。聞かないとのタイトル、番組名のままなんですけど、もうカタカナでナイターっていう感じで。そう、本当はナイトクラブっていう、なんか謎の案も出てそれになりそうだったんだけあど、と、そのお便りあ、送ってそうくる人がいるんだえ、もそうなの、本当にね。あすかさん、ありがとう。え、そう、それそれ、聞かないと、それです。もうナイトクラブになったらどうしようと思ったけど。見てほしい。ナイトクラブはおもろかったな。いや、面白かったですけど、まあまあ、聞かないとの方が番組のリスナーっていうのはちょっと分かりやすいので、そうなんです。まあでもちょっとね、皆さんとりあえずね、番組ぜひ聞いていただけたらと思います。ぜひ使ってね、みんな、それ使ってください。 いやー、楽しかった。楽しい3時間でした。そう、早かったカロリーね。高め、マジで。すごいカロリーが。3時間も喋ってたらそりゃね、大変で本当すに喋ってしかない。よ。だっそう、て30分のオンエア時間なのに50分は喋ってるそう、50分は喋ってた。 50 ね。 分20喋分ってなかなた。かカットなんですよ。ちょっとね、なんだかでちょっと使えたらねとは言ってて。いや、そうだから、そうなのよ、ちょっ何かでと何かでなね。るかも、かも。そう、やっぱ聞けな、入らなかったところをちょっと特集で、ね、おお。まとめてもらって、なんかどっかのね、機会に多分流せるのかな。聞いてもらいたいね、全部。聞いて。カットしたいとこないもん、全だ然。よね。本当に。でも、そ来てうななかった方も面白いと思うし、そうな来ての。た方だったらなおさら面白いと思う。あ、この時こうだったんだ。わあ、確かにね。
うわだから2回目今後もしあったら、うんうん、2回目じゃないね今後あったら来てほしいですね、うんうん、そうねまあやりたいねまた収録ぜひぜひ、に次の週からも聞けるのかな次の週は私とまいちのうんうんうんまだあるか、うん、あそっかそっか今ね、うんうんうん、2人のやつそうだね次だから10月の3週目3週目かだねから公開収録が流されるとのことですちょっと楽しかったけどあっという間っていうかうんいやなんか劇場公演とは全然違う違いすぎるあのカロリーの使い方ですねディノもね頑張りましたりのちゃんちょっと体調崩してたからね私さ扁桃腺が腫れちゃってさ熱出てさ、うん、扁桃腺ね大変なんだよそうでしょで40度くらい熱出ちゃって配信はしてなかったでしょできてなかったあらファンの方ちょっと心配してたんじゃない今日の朝も熱出ちゃってうん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 で急いで解熱剤飲んでうん、うん頑張ってきたんだよね点滴打ってもらってやばい点滴打ってきたのやばくない昨日も点滴打ってだからどんどんさ効かないとやばいと思って一昨日熱だったから昨日効かなすぎたからやばいと思ってやばすぎだよそれやばすぎよく頑張ったよ喉が痛いんですよそうでもコロナとかインフルではなかったでしょ検査したら扁桃腺がね腫れちゃったみたいそう季節の変わり目ですので皆さんも気をつけてお過ごしくださいちょっと変わり目は危ないからね飲み込むのが痛いんですねちょっとゆっくり休んでなんか食べれたらいいけど食べれ食べリノ食べれたらいいんだけど栄養取れたら取ってね今日塩パン食べたようんうんうんそうねそう寒かったり東京の方って寒いですかそんなになんか明日から東京にねみんなちょっとねブースティーとかであれなんですけどみんなちょっと東京寒いの寒いって寒いって朝晩冷えるって福岡より寒いのかなやっぱ寒そう効果冬でも暖かい時あるもんねうんもういや、 やっぱ体冷やさないように洋服選びしようかなそうな気温が11月並み寒いねそれはちょっとあったかい格好していこうかな、ね、こちらステッカーですあー持ってきますステッカーブースティー屋台とゲームの詳細出ましたねあ、出たの何どんな教えてください明日からは暖かいようだってそうなの HKT が行くので暖かくなる明日から暖かい東京そうなのでも朝晩は冷えるのかなお鹿児島へ戻ります眠いねめっちゃ眠いもん。眠いね。メイク落とすのダメ。荷造りもめんどくさい。荷造りめんどくさいね。ちょっと荷造りが。でも私はパーカーの季節が好き、うん。ステッカー来るの。あ、これがな。でも私が喋らなくても愛知がいっぱい喋ってくれる。いやー。今日は15分だけします。そう。15分だけしますお家からって一人でするのが絶対きついだろうなと思ったからねそうね愛知と一緒にすることにいやそう偉いですよいっぱい喋ってくれるからちょっといっぱい喋ったんだよね公開収録でももう30分喋ったよねすっごいバシャディナもめっちゃ喋ってたし本当にすごい面白かったなんかあそう明日じゃない、まあ、ブースティーは土日のライブなんですけど、まあ、トークショーとかもあったり合間にねハイタッチ会もあるんだよね、うん、ありまして多分追加で当日使えるとかなんか、うん、そういう話もあったりするので、まあ、皆さんねハイタッチもしに来てくれたら
嬉しいですが、うん、あとはライブもちょっと、うん、だいぶ盛りだくさんでね、NCT さん、NCT さんね、やばいです、うん、ちょっとね、絡みがやっぱり48の絡みはない、なかったので、今まで全然ね、今までっていうか、アイレンジが入ってから、ね、本当に少なかったんで、レアだなと思って、昔はね、そういうのあったとは思うけど、私たち動きして全然そういうの経験してないから、嬉しい、そういうコラボできんのはありがたいなって思うんですけど、あの、なんていうの、ブースティーファン祭りみたいなの言ってるんですけど、本当に本格的なコンサートレベルの内容量なんで、多分時間的にもね、だいぶ長いみたいで、みんなコンサート並みだねみたいな感じだから、そう、本当にがっつりがっつりあの楽曲披露させていただくので頑張ります。はいよ、はい、タッチ会もよろしくね、よろしくね、私服着ますよ、何曲かな、そうそう、まだ衣替えしてないからさ、確かにね、そうなんだよ、え、明日とかにはちょっと喉ね、私治ってる、ちょっと引いてたらいいね、今全然大丈夫、汗より痛くない、だって土日美味しいもの食べたいじゃん、食べたい、でしょ、東京でさ、わかる、来たい、来たすぎる、ちょっとお願い、誰か差し入れお願いします、ライブは椅子はあるんですか、うん、ってファンの人から質問が来てます、ライブ椅子ありますよあのはい、ありまし て, てあります、あります、椅子あるよ、多分あのね、座席数みたいなのあったから、さすがにあると思うんだけど、うん、そんなスタンドじゃないです、そんなずっと立ってるわけじゃないと思う、ライブは着席です、ほらね、ありました質問ありますか、着席です、皆さんあります、着席で、なん多分券もあるのかな、まだ、うんうん、トークショーの MC はのぶこぶ徳井さんとミスケッティ佐竹さん、ええ本当に、マジでマジで、そうかも、トークショーすごくない、すごいんだけど、どういうこと、歌面白すぎて何話してるありがとうございます、本当にね、ファンの方いっぱい来てくださり嬉しい、あったかそうでかわいい、かわいいね、劇場ね、劇場だった、こんばんは、裏起毛にスカート着ました、いいですね、足は楽ちんなスニーカー、いいねいいね、ドキさんありがとうございます、コンバースです、かわいいです、どこでしょう、楽しかったよ、お腹すいたな、お腹すいたね、カレー食べたいな、食べれんの、ライスカレー食べれる、あれ食べたいな、おかゆとかにしたら喉に優しいもの、ね、蜂蜜、蜂蜜、蜂蜜めっちゃ変わるね、うん、変わるよ、あれ結構蜂蜜取るの、大好きなもの蜂蜜に変えたと思ったえ、あれ変わったらもう薬局で、ね、そう、龍角散、龍角散ダイレクトはピンクの箱がおすすめ、うん、買う、あ、アサイ食べた、おお、いいね、ないアサイ大好きです、それこそ横浜行ったらないかな、え、あるよ、ケータリングでアサイないかな、お願い、あ、ケータリングアサイ598日ありがとうございます、出ましたね、いや、アバターです、あ、すごっ、ランキング読みます、13位がハシムチ、12位がニシプー、11位がマッサン、10位がエリカ、9位がシダさん、あ、出ました、1位が1924、ありがとうございます、5位が赤いブリフォン、6位がタラのサクナさん、5位がタカさん、4位がオカモ、3位がゴーダン、2位がファン、1位がセボのてっちゃんでした、ありがとうございました、え、ねえ、文体がさ、の横が中華街だって、え、横、やばくない、買いに行こう、買いに行こう、小籠包食べましょう、うん、食べよう、では13位チーさん、12位ベーコンさん、11位スミスさん、10位ドームさん、9位関西のさん、8位キムセイさん、7位フジピーさん、6位ちゃんとくさん、5位ぞうきんさん、4位アスカさん、3位タッタンさん、2位ボクピグさん、1位ダイちゃん、ありがとうございます、
え、違うようだって。あれ？そうなの？だいぶ元気になってね。ありがとうございます。今日の汚いとこからは、来てる撮った写真をレックスにしてください。なるほど、ありがとうございます。今から練習するので頑張ります。バイバイ。投稿しますので皆さん感想もぜひ教えてね。お願いします。感想待ってます。バイバイ。